じゃあそれでは今日の御言葉は旧約聖書のヨエル書2章旧約聖書のヨエル書2章中2節より27まで読みます。よろしいですか。声出してどうぞ。主は言われる。今こそ心から私に立ち返れ。断食し泣き悲しんで、衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け。あなたたちの神主に立ち返れ。主は恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに富み、下した業はよう悔いられるからだ。あるいは主が思い直され、その後に祝福を残し、あなたたちの神主に捧げる捧げ物と不動酒を残してくださるかもしれない。シオンで血の船を吹き、断食を布告し、聖火を召集せよ。民を呼び集め、会衆を性別し、長老を集合させよ。幼子、血のみ子を呼び集め、花婿を控えの間から、花嫁を祝いの部屋から呼び出せ。祭司は神殿の入り口と祭壇の間で泣き、主に仕える者は言うがよい。主よ、あなたの民を憐れんでください。あなたの修行である民を恥に落とさず、国々のあざけりの種としないでください。彼らの神はどこにいるのかと、なぜ諸国の民に言わせておかれるのですか。その時主はご自分の国を強く愛し、その民を深く憐れまれた。主は答えて、その民に言われた。見よ、私は穀物とブドウとオリーブをお前たちに送り、飽きたらせよ。お前たちは国々の中で恥を受けることを私は二度と許さない。北から来る者をお前たちから遠ざけ、彼らを乾いた荒廃の地に追いやり、先人を東の海に、後人を西の海に追い落とす。その周期が昇り、悪手が立ち込める。まことに主は偉大な御業を成し遂げられた。大地を恐れるな、喜び踊れ。主は偉大な御業を成し遂げられた。野の獣よ、恐れるな。あれの草地は緑となり、木は実を結び、イチジクとブドウは豊かな実をもたらす。シオンの子らよ、あなたたちの神なる主によって喜び踊れ。主はあなたたちを救うために、秋の雨を与えて豊かに降らしてくださる。元のように秋の雨と春の雨をお与えになる。麦打ち場は穀物に満ち、絞り場は新しい酒と油にあふれる。私がお前たちに送った大軍、すなわち噛み食らう稲子、移住する稲子、若い稲子、食い荒らす稲子の食い荒らした幾年もの損害を私は償う。お前たちは豊かに食べて飽きたり、驚くべきことをお前たちのために成し遂げられた主、お前たちの神なる主の皆を褒めたたえるであろう。私の民は常しえに恥を受けることはない。イスラエルのうちに私がいることをお前たちは知るようになる。私はお前たちの神なる主、他には神がいない。私の民は常しえに恥を受けることはない。アーメン。祈ります。主なる神様、今日2015年度と2016年度の新旧が永遠に分かれてしまう、この二つの年の間に、私たちはあなたに結ばれて、信仰によってあなたの皆によって子供としてこの場に来ております。本当にこの瞬間、子供たちの信仰による選択が永遠に悔いることのないものになりますように、さらに真理の言葉を通して諭してくださり、励ましてくださり、必ず勝利に至る命の道へと
導いてくださり、皆に結ばれた者どもはたったの一人も永遠で永遠に悔いるようなことが絶対にありませんように、助けてもらい祝福してください。主イエスの皆でお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今歴史的な瞬間に皆さんは今ここに来てますね。今から4年前かな、2011年3月12日に、東北大震災が起きた時に、ある若い夫婦が子供たちと新しい家を買って、その津波が襲ってきた町に移住してきました。引っ越してきました。家も新しく買い、車も新車に買い替えて、ちょうど新しい車を家に持ってくるその日に津波に襲われた。で、一家が新しい家で新しい車に乗って新しい人生を生活をしようと思っていったところで津波を襲われて、一家が滅んでしまった。新しい年となるの、新しい服に、家に、車に着替える、せめてそれはいいことなんですが、しかし果たしてそれが、どれぐらい我々に有益なのかは考えてみる必要があるということ。もしその家族が新しい家に引っ越していかずに、それまで住んでいたところに住んでいたとしましたら、新しさを求めていかなかったとすれば、津波からはまず助かったかもしれません。新しく何かを手に入れるのが全て有益ではない。去年もこの時間に2015年を、もう今2016年になってますね。まずみんな挨拶してみましょうか。日本人の皆さん、何と挨拶します？本物の日本人がいるからいいですね。みんな一緒に、新年明けましておめでとうございます。ちょっと隣に向かってやりなさい、顔見ながら。みんな構築して、何、隣の顔見たくないの？全く。アレルヤ。もう一度、じゃあ笑顔で隣の顔見ながら、新年明けましておめでとうございます。そうそう、これぐらいは少なくとも、アレルヤ。去年もこのような挨拶を交わしてから2015年を迎えたんですよ。しかし2015年度の間に、その新年の間に120万人ほどの日本人がこの日本を去ってしまったんですよ。その中のクリスチャンの数は1万人もない。120万のうちに1万人もないクリスチャンの数は、他の人はどう判断するか知りませんが、キリスト教の観点から言うと、120万が死んでも救われて神の国へ移されたのは1万人もないということなの。名ばかりのクリスチャンまで全部数えたい含めても1万人もないという計算。本当にその中でも救いに至る信仰を作ってから肉を去った人を考えたら、さらにうんと少なくなるはずです。霊的に言うと、いや、陸的にもそうなの。2015年という新年を迎えなければよかった人々がまず120万人いたということ。死んだ人の数だけそれであって、それぐらいあって、死には至ってなくてもいろんな意味で不幸な目に遭った人、さらにいっぱいいるはずであります。2014年度まではまだよかったのに、2015年度という1年365日が津波以上に悲惨な結果をこの国にもたらしたと考えてますか？
東北大震災のようなああいう津波は忘れられない。ニューヨークの当時多発テロ、ああいうのは忘れられない。でも毎年静かに静かに音も立てずにこの国で120万人ほどの命を、それも永遠に永遠に聖書に基づいて判断すれば地獄の火の中に連れていく。情け容赦なくこういう患難、こういう苦しみ、こういう災難、人々はあんまり深刻に思わない。皆が新年明けましておめでとうございますと挨拶してしてからこういうふうになってしまった。確かに2016年度新年明けましておめでとうと言いましたけども、何がめでたいのか、不幸な目に遭う人々に何がめでたいの、これが、これ以上の災難がどこにあるの。この国がこの日本列島に立ってから毎年120万人以上が死んでいく、そういう災難が、そういう戦争がどこにあったんですか。じゃあ後ろ動かないで、写真撮らなくていいから座った方がいい。写真撮るより御言葉を聞いて一人が神のものとしてしっかりと立つのが大事なの。アーメンです。説教が始まったら全てストップしないといけない。神の聖霊が語っていますよ。人間としての話だったら礼拝もいりません。神の霊が共にしない礼拝だったら、そういう教会、そういう信仰だったらもういりませんよ。人間の知恵を超える神の霊の働きなしに信仰するのは意味がありません。神の統治の中にすっかり正しく入って、どんなことがあっても守られ、神の御国まで導かれる信仰に立たないと意味がありませんよ。神の国は言葉にあるんじゃない、口先の告白にあるんじゃない、力にあります。なぜですか。戦い抜いて神の御国の中二の信者の中に入れてもらう瞬間まで信仰を守り抜かないと、イエス様に信じますと告白してから天には至らず、まだ元に戻り途中で立ち直する人の数はさらに多いです。1000万人伝道しても救われて天にまで行ける人は2、300万人いれば多いほど、こういう霊的な感覚が皆さん個人の中でも働きまして、自らの信仰生活に本当に光を持って目を覚まして、いつでも信仰を守り抜いて騙されたり負けたりしないで最後まで降臨できますように、まず主イエスの皆で祝福いたします。そういう信仰作りなしに新しい年を迎えるのは、仕掛けられた時限爆弾に向かって走ろうと一緒なんですよ。そこから逃げるべき時限爆弾に向かって失踪していこう、死ぬために、それと一緒なんですよ。皆さん、新しい年を本当にめでたく迎えたいと思うならば、今はあって後にもない、過ぎ去っていくものともによって新しい差を求めないで、今もあって後にもあって永遠にある霊的なものによって新しい年を迎えていけないと安全、約束できません。約束できない。一つしかない命、予備があれば、予備が一つでも予備があるんだったら、俺は今すぐ牧師辞めて国へ帰って、まず国の親兄弟と共にまずは生きて、それからやっぱりこれは失敗だなと思ったら、もう一つの予備で牧師をやるかもしれません。でも一個しかないの、命は。隣に聞いてみて、もしかしてあんたは2個あるの、命2個あればご自由に生きてもいいの、気ままに生きてもいいの。
しかし一個しかないから、下手すればその一個すら失ってしまえばもうゼロなんないの。そうなってからは聖書は言ってません。泣きわめこと、それも歯ぎしりをしながら泣きわめこと。なんで悔しさだけだって苦しさだけだって絶望だけだって全て悪いものは全部エキスのように迫ってくる。裁きの茶に立たされてしまいますから、今ある自分を、今ある命を本当に大事にしまして、2016年度には迫ってくるあらゆる意味での天災人災などから自らを守り家族まで守れる信仰に立ちまして、本当に2016年は神以外のものは恐れずに、万物の霊長といわれる人間ならば人間なしく皆さんがとうとうと生きれるように、そういう信仰の準備をしてから2016年を迎えて、誇りを持って生きてほしいですよ。誇りを持って、本当にハレルヤアメン。何かあればそれに屈服する人ではなくて、それを打ち砕いて乗り越えて主イエスの皆と約束を得て勝利の宣言ができる人になってほしいということなん。確かにここにはイエス様に立ち返ってからそういう勝利を重ねている人がいるはず。岩崎来てるの、うん、君おいくつ？46ならまだ年変わったのに、日本人はそうだな、年変わってもでしょう、誕生日が来るまで、とにかく彼はこの教会に来て13ヶ月45歳までなんかずっと見える幻覚幻聴なんか見える、それで喋るの二人で、見えるものと旗から見たらこの人何やってるの一人で、しかし本人は何が見えるからそれと喋ってるの、いわゆる精神病。45歳になるまで通っていた。46歳にこの教会に来てそういう霊的な縛りから解放されて、今はお医者の言うこととお母さんの言うことより牧師の言うことをもっと優先に聞いてるね。なぜ45年間ためだったのが46年目にイエス様信じてそれが名を癒されましたから、彼においては本当に2015年度はめでたい年だったって言えますか。本人に聞かないと。ありがとうはイエス様に、今は金曜日はね、祈祷会に行きまして、6時から8時までの祈祷会を終わって、そのリブまでの、リブまで、9時から10時までの祈りまでやってる。すごいですよ。これ牧師がやれと言って、強制で敵に やれと言ってもやれない、できないでしょ。美女から進んでいる。神に力を求めるその良さが何であるか自分でも体験してきましたから、こういう人の場合は本当にあけましておめでとうと、めでたい年じゃありません。この1年が、しかし死んでしまった120万人は結果が違う。結果がイーチュシルさん来てます、知ってますよ。いや私は知ってるから、皆さんに渡してと。彼女は、すごい美人でしょ。みんなイエス様信じれば超美人になるよ。はいはい、拍手を送ります。さっき祈ってたら彼女のことを明かせと主に言われたんです。油注ぎがあって彼女のことを必ず言いなさいと。私たちにはいつもある話です。
でも本人には初めてのことなん。彼女はイエス様信じない時にはもう息子さんがすごい一生懸命教会通っていました。でも彼女がそれを邪魔した。もう必死になって子供を辞めさせて、そして彼女が経営者だった時にも従業員の皆さん、もうクリスチャンがいればすごいいじめたみたいですよ。そうでしょう。この彼女が去年の秋にうちに、今何ヶ月ですか来て、2ヶ月3ヶ月3ヶ月、教会来て3ヶ月くらいしか経っていませんが、彼女がある日の夢に現れた。牧師の前に、牧師の前に現れた彼女の霊の姿はこういう姿、こういう姿で、牧師、私は神の言葉通りに生きていきたいんです、このように告白していました。クリスチャンをいじめていた人が、以前はクリスチャンをいじめていた人が、今は神の言葉通りに生きていきたいと、これが彼女の本音ですよ。彼女の霊の姿を主が見せてくれた。それは霊の姿だから、これは痴漢がだったら結果が出る。霊の姿がそうなっていると、痴漢がだったらこれは表に出るの、見えるようになる。今度は肉の目で見ても確認ができるようになりますね。とうとう先週、先週ある姉妹がここに今日来てないね、イエス様を受け入れる祈りをしてたら、隣に立っていて彼女が、そういえば牧師、私もイエス様を受け入れる祈りを牧師からやってもらってませんよと。あ、そうですか、じゃあやりたいんですか。もう本人がイエス様個人的に受け入れても構いませんがね、彼女の願いだから頭に手を置いて、今までイエス様を信じなかったこと、イエス様が自分の罪のために十字架の死に至るまで彼女のために嫌だと思わないで、イエス様が最後まで苦しんで、苦しみに耐えて、くだはって、それで死んでおったのか、彼女が罪から許され、解放され、神の子になる道が開く道になったということを祈りの中でそう祈っていたら、彼女が自分の罪を心から本当に認めて、そのためにイエス様が死なれたということを心から認めて、イエス様の前に立っている彼女はもうむせび泣いている、泣き崩れたんですよ。感じないといけない、このように感じないと。ただ頭で聞いて知識ばっかり持っていると意味がありません。それはこの耳で聞いたのを自分の心に持っていて、心でそれを感じて、本当に名実ともにという名前ばかりあって、実際に名実ともに聞いた話を、あるいはイエス様の技を自分のものに受け入れて、それを本当に感じて、そこまでいかないとダメなの。だ、口ばかりはダメなの、頭ばかりダメ。ハレルヤ。心の中でイエスの愛を、イエスの恵みを、イエスの技を心で感じるように、本当にもう自然に涙が、こんな涙じゃなくてね、涙手なくて、ここから唾を持っていて涙流すふりをしないで、心からも、心から涙がにじみ出る、止められない涙、自分の霊に神の霊が触れられたら、本当にね、わけのわからぬ涙があふれてるんですよ。神は霊だし、皆さんと私も霊的な存在だけども、肉の中に私たちの霊がいるから、この肉の鈍感な、この罪深い肉の鈍感なこの体が神との間を壁に遮ってる。この肉の気分、感情、思い、考えを砕かない限り、十字架につけない限り、神様との交わりが相当難しくなることを今悟りますように。イエスの皆で祝福いたします。だから気分、感情、肉の思いなどを抜きにして、本当に心の中、自分の霊がそれを感じるように開けないといけない、開けないと。彼女がまさにそのようにイエスの愛を、自分の罪深さを感じる瞬間に、神の聖霊の油注ぎがあったんですよ。
神の聖霊の油注ぎがある瞬間に私は、ああこの人今日何かあるんだと直感的に分かった。泣き崩れてしゃがみ込んだ彼女が今度は頭を抱えてこうしばらくチーッとしてるわけで、なんかおかしいね、泣くのはいいけどなんで頭を抱えてるんだろうと様子を見たら、これは陳情じゃない、なんかひどく縛られてる、痛みを感じてるはずだ。で本人に聞いたんです。頭が痛いのか聞いたら、頭が激しく痛い。彼女に言いましたよ、今まであなたを縛っていた、頭に筒を与え、考えを心を縛っていた霊が今イエスの聖霊に触れられる瞬間に最後の暴れる。もう追い出されるのも分かってるから、追い出される瞬間になってきてるから、最後に今暴れて彼女を縛って、それが頭痛として現れるわけ。その霊を、悪霊を追い出してあげたら、彼女は頭痛から解放されて、もう目も明るくなったと聞いたんですが、そうですか。目の疲れが取れた、目も明るくなって、蒼天気とかに来て祈りもできなかったんだけども、それからはスラスラ祈りができるようになって、祈りの時間が長かったのが短くなってきた。ハレルヤ。これは見た目では、肉体的に見た目では何も変わってない、しかし彼女の内面、彼女の霊魂がもう神の子に生まれ変わる瞬間ですよ。アメン。もちろん生まれ変わりの完成は天に行く時だけど、それがスタートができたということだ。神の子として神に守られ、清められ、神によって導かれ、神によってあらゆる縛りから解放されて、神の力によって生きる、そういう身分に彼女が変えられた。ちょうど1週間前、1週間じゃないね、3日4日前の話、今週の日曜日の話、そうでしょ、今週の日曜日。今彼女が これは一つの経験に過ぎない。ここにいる皆さんはもう数え切れないほどたくさん経験してますよ。大事なのは人生、生き方が、生き方が切り替えができたということなの。陸によって生きてきたものが、自分の力で生きてきたものが、今度は霊的に神の子になって、身分が変わって神の力によって生きれるようになったということ、これが大事なんですよ。これが大事。神によって今までの彼女ももう50くらいになってるでしょ、50年以上縛られていながらもどうしようもない、頭痛があれば頭痛の薬を飲むしかない、病院のお医者に頼るしかない、でも今まであったの、それが、しかしそれが一発で解決できたの。頭の頭痛は今もあってもいいの、どうでもいい、それは。しかし問題は根本的な人生の問題を解決してくださる生きて働く神に出会ったということ、これがもっともっと大事なの。アメン。この神に守られる信念だったらいくらでもめでたくなるじゃありません。安全だからまず守られ、津波が襲おうと地震が襲おうと天災震災、もう予告できないところで待ち伏せしてるの。しかしそういうすべてのトラブルから我々は守られて生きるようになりますね。こういう年、本当にこういう年になってほしいと、2016年スタートしたばかりなんだけど、まだ世界中誰もこの2016年、365日のうちただの1日も先に入っていって先に使った人がないの。みんなに公平なの。2016年度の365日は世界中73億人個人個人にみんなに公平に今与えられて、誰も1日も先に使った人がないの。みんなにおいてこれはまだきれいな拍手のようなもんだし、
あるいはこのきれいな拍手のような信念を汚してしまう人がいれば、あるいは素晴らしい絵を描く人が出てくるはず。また1年経ったら引きこもこもの瞬間がまだやってくる。またとやってきますよ。これは繰り返されない。そして私たちの肉体はだんだん肉の死に向かっていきますよ。しかし本当に皆さんが新年、日本語にこういう言葉で、一年の経緯は簡単にあり、一年間の計画は簡単、この新年初めの日にやるべきだと。初めのスタートが大事なんですよ皆さん。今この三が日、東京ではほとんどの電車が24時間動いてます。3日までに24時間、夜も昼も電車が動いてますよ。2、300万人以上の人々が、あるいはお寺へ、あるいは神社へ、あるいは飲むところ、あるいはギャンブル、いろいろと今出て歩いてるわけですよ。よくも皆さんはこの中で教会に来て、イエス様の話を聞いて、イエス様によって2016年を迎えてみたいと思ったからじゃありませんか。これが皆さんが人間ならば、動物の主役で人間として生まれているならば、人間としては一番素晴らしい選択であることを今信じますよ。アメン。生きてみれば結果が出るんだけども、ここに信仰が必要ですよ。生きてみないうちには1割がもっとおいしく素晴らしく見えますから。今こういうところに座って牧師の説教にアーメンとかノーメンとかこんなこと言わないで、外に出て歩きながら飲みたいものを飲んで、食べたいものを食べて、自分やりたい放題、それができる人が勝利者のように今は見えるでしょう。しかし時間がだったら、愚かなもののようにたまってこの場に座っている皆さんが喜び踊る人になる。時間がだったらそれが証明できますよ。ハレルヤ。信じますか、今日は特別ね、今日皆さんが読んだ聖書の箇所、これは2016年からのうちの教会連合に向かわれた神様の特別な祝福の約束の言葉なの。今日のテーマをちょっとに目を通してください。みんな一緒に。どっちの雨を降らせる主によって喜び踊れ。もう一度慣れるようにどうぞ。どっちの雨を降らせる主によって喜び踊れ。2016年でからは今までよりもどっちの雨とは詳しい説明は後でしますが、今日は簡単に初めの雨とどっちの雨を主が、これは例えなんですが、穀物の生産の畑の豊かな借り入れのために雨が必要な時にどっちの雨、そして初めの雨などを降らせてくださるとの約束ですが、これは本当は土地の産物に対する約束で終わりませんよ。これはこの世に向かわれた神の計画、すなわち土地の産物じゃなくて人の霊魂の救いともっと深く関わりがあります。主イエスが来られて2000年前にエルサレムに聖霊の不思議な働きと力によって爆発的なリバイバルが起きて、エルサレム中の人々に福音が述べ伝えられ、生きて働く神の技を目で確認ができるようになった。その時の聖霊の油注ぎ、これを初めの雨と言っています。主イエス再臨に備えて世の終わりにもう一度そういった爆発的な聖霊の働きが約束されたのが後の雨の時代です。後の雨の時代がもうこれからスタートしますが、この教会が霊的な
日本の日本の何防衛省として、忘れてませんね、霊的な防衛省として神の計画に入ってる。その役目を果たすためには口だけではできません。力がないといけない。日本の自衛隊、防衛省、日本という国を敵から守るためには力がないといけない。力が、それと同じようにこの教会連合が防衛省のような役目を霊的に果たすためには神の聖霊の権威と力に満たしていただかないとダメなんです。それを本格的にその務めを果たしてもらうために神様が聖霊の雨を本格的に降らしてくださるのを約束し宣言されたのがこの2016年度の始まりで、これからそのそういう時代がスタートしますよ。問題は私と信仰を合わせる者どもはもちろん準備していきます。それでこの神の技の中に、不思議な働きの中に、終わりの時代のこの使命を持って主イエス再臨の時に使命を果たして、木の冠、命の冠を王様のようにかぶしていただき、置き去りにされずに挙げられて空中で様に出会う、こんな想像ができない約束に預からせてもらうために私たちがまっすぐ行くはずです。でも個人個人が信仰を合わせて、個人個人が霊的に準備なしにはついてくることはできない。これが一番大事なんですよ。皆さん一人一人がこういった神の計画を心から信じて、こういう時代の流れと神の計画にふさわしい信仰を作って、それから2016年を迎えると、実に人類の歴史のある意味では一番最後の有種の美を飾る最後の地点で、皆さんが想像ができないほど尊いものとして神様に用いられるようになりますよ。そして神の御国では永遠に永遠に王様のような素晴らしい人生を楽しむことができるようになりますよ。ハレルヤ。うん、これからこの本当に全世界で一番難しいと言われているこの日本でどれぐらいの借り入れができるかはやっぱりやってみないと分からないところはありますが、今までとは確かに全然違うそういう事態になるのはこれも確かですよ。アメン。今まではもう日本といえば悪の諸霊の要塞だ、世界の宣教師たちのお墓だ、燃え盛るような心、信仰、使命感を持っていても、日本に来て1年、2年、3年経つとみんな心が一応の間にか冷えてしまい、日本人を救うどころか自分の信仰を守っていくのももう精一杯、自分の信仰すら失う者どももたくさんいます。あるこの新宿のある町は、ある町には迷いの羊飼いという、迷いの羊飼いがいっぱいいるという話があります。普通は迷いの羊だというの、イエス様を信じる信者たちが正しい信仰から離れてさまよう人を見て迷いの羊だというの。でも迷いの羊飼いだという言葉が出てきた。これは日本選挙に来て、日本選挙が難しい壁にぶつかって、信仰も力も心も全部使命感も失って、人の霊魂を救うべき人々が、人の霊魂を救うべき人々が、羊飼いたちが、牧者たちがさまよっているという、さまよっている迷い出ているという、これが何を意味するのか、これだけ日本が難しいということ。主のしもべたちも牧者たちも自分の信仰すら守るのが大変難しい国がこの国なんですよ。しかしこの国、宝といってこの国を放っておくわけにはいかない。神は最後の後の雨を降らして、日本人の中から神が納得できる数の
人を救ってからじゃないと主イエス来れませんよ。アメンです。私がポッカーやってみても本当に伝道して救って悔い改めに導いて神の子になっていく姿を見るとすごい可愛い。いやこの子この人のためなら、本当にやりがいがある。伝道してない時にはまだ堅苦な日本人だったのに、伝道して神の前に立ち返るとすごい可愛い。いやこういう人がこんなにいっぱいいるのにこの国に。だからやっぱり神様がこの国を捨てることはできないんだと感じるんですよ。あの横須賀からもはるばるこの夜中に走ってきたんだろう。こんな子供たちを置いてこの世を閉めることはできない。まだ来てないんだけどもこういう子供たちがいっぱいいるはずなのこの国に。そういう可愛い子供たちを全部救ってからないとイエス様は世を滅ぼすことはできないと。信じますか。そういう人々のために主イエスが後の雨を降らす計画をされたということなんです。そこに一番先頭に立って皆さんと私がその計画の中に入って、その聖霊の不思議な権威と力に満たされて、今までダメだったと言われてた日本選挙を切り開いていくべきだという話。そういう約束は今日、いや今年はっきりと与えられてますよ。信仰によってアーメンと答え、神の計画通りにやっていきたいと心に決めた人だけアーメンと主様に思いっきり送って、皆さんが霊的な運命が、霊的な運命がもう見えないところでまずはっきりと変えられて、それが力だったら目に見える形で体ににじみ出て、生活ににじみ出てあふれて、皆さんに出会う全ての人々がこの人はクリスチャンだ、誠のこの人は神の子供なんだ、それでさらに多くの人々が皆さんに、皆さんの衣の裾を掴んで、あなた日曜日ごと、日曜日ごとどこへ行っているの、なんで、あなたが行く教会へ私も行きたいんだ、こういう人の数がどんどん増えますように。2016年度にはハレルヤ、アメン。結果はイエス様が出してございますよ。結果は、ね、結果はイエス様が出して、皆さんの体に悪霊が一匹だけ入っても勝てませんよ。勝てないの。ここまず心が変わるの。まっすぐだったら心がすぐ乱れる、すぐ揺れる、疑いが発生する、すぐ怒ったり、すぐ苛立ったり、すぐ焦ったり、すぐ憎くなったり、すぐ悲しくなったり、すぐ寂しくなったり。人の心はたとえ将軍の心でもそうです。悪霊一匹でも入ればすぐ全てが乱れちゃいます。それでその人に向かって、その悪霊に向かってミサイルを発射しても撃ち殺すことはできませんよ。相手は霊だから。しかし私たちの肉の力を縛ってしまう霊だから、これが問題ですよ。罪を徹底的に悔い改めて本当に涙で嘘を偽りなく罪を認めて悔い改めてイエス様に頼り、イエス様に立ち返らないと解放される道が他にはありません。ハレルヤ。それができるクリスチャンがいれば、それができないクリスチャンがいるの、これは心次第で、心次第、心を引き裂いて罪を悔い改めると勝利できます。今日ヨエル書2章の12節13節で主はこうおっしゃってます。あなた方は私に立ち返れと、立ち返れ、命令行けで、命令、立ち返れ。しかし衣ばかり裂かない、衣、衣ばかり裂くのではなく、その中のあなたの心を引き裂いて、
断食して罪を悔い改めて心を引き裂く悔い改めをやって、それから私に立ち返りなさいと。ハレルヤ。そうすると下した災いを神が悔いられてくれ、下そうとした災いだけじゃなくて、もうすでに下した災いまで神が悔いられて、何ですか俺は。もうすでに与えられた病気まで、もうすでに与えられた痛み苦しみ呪いの鎖まで主が砕いてくださる、そこから解放させてくださる、こういう約束なんですよ。アメン。頑張ってももがいても、どんな方法を使ってでも解決しようがなかった人生のさまざまな問題を心を引き裂いて神様に立ち返って求めると、神様がその全能なる力で解決してくださる。見事、何十年もためだったのがある瞬間に解決できたり、嘘のように、まるで嘘のように、ハレルヤ。何十年も何年もためだったのがある瞬間に解決できる、ある瞬間に。これが牧師の力ですか？ありません、そんな力。牧師は医学を勉強したことないし、薬を勉強したこともない。病気の名前も薬の名前も皆さんの方が私より詳しいの。しかし私の中で働くイエス・キリストの聖霊様が全能なる神様ですか。ハレルヤ。なぜ同じ教会に通っていて、同じ牧師の口から出た言葉を聞いてながらも、ある人は縛りを砕いて解放され、ある人は縛られたままあえているでしょうかと。信仰したいですよ。心したいです。アメンです。彼が何と言っても、2016年度はうちの教会と教会連合が今までなかった豊かな借り入れを、悪の書類の力をことごとく打ち砕いて、日本の防衛省のように霊的に日本人日本民族を霊的に一番たくさん救っていく、今まで縛られていたこの国の救いの道を切り開いていく、その先頭に立たせていただく約束は私からよって、天皇御国よ、天皇御国で今すべてを治めておられる神からの計画だということ、皆さん本当に信じてくださいよ。本当に信じて、個人個人このために自分も呼ばれたと確信を持って、悔いることないように、悔いなく本当に信仰を持って神の約束の中にすっかり入っていて、2016年だから主イエス来られるまで第一の復活に預かる敬虚の準備に心も思いも力も精神も尽くして入ることができますように、主イエスの皆で祝福いたします。アメン。イエス様が死んで葬られた時に、イエス様の弟子たちもイエス様を裏切ったんですよ。それ以上見込みがないから、いくら何が何でも、いくら人間の世の中にないそういう力を振る舞ったとしましても、死んでからよみがえり、それはないと思う、それはないと思ったの。神様という方が共にしないと、イエス様が行うこういう悪霊を追い出し病気を癒す技が誰にも人間にはできないと思っていたんだけど、たとえそういう技を見ていながらも、死んでいく姿を見た時にはもうこれで最後だと思ったの。だから弟子たちがイエス様を裏切ったのも当然ですよ。しかし皆の判断とは裏腹にイエス様は3日後約束通りによみがえられ、釘や手には釘やと脇っ腹には槍やとを残したままよみがえられて、幽霊だと思ってた人々に手を入れて触ってみなさい、そして信じないものにならないで信じるものになりなさいと。最後まで疑っていたトマスは手を入れてみてから、思わず誰もやってないのに自ら手を挙げて、我が主我が神を叫びながら神をイエスを称えたんです。
皆さん、主イエス、間もなく来られますよ。世に来られます。第一段階は空中に来られます。その時に挙げていただかないと、もう希望なし。今もこんなに平和な時に、信仰生活がめちゃめちゃな人々が、7年間何に入れられて、通して命を懸けて信仰を守れるんですか？とんでもございません。とんでもない話です。だから進めます、牧師が。牧師だから進めます。今、平和なうちに、皆さん、最善を尽くして信仰を守ってください。平和なうちに、主イエスを空中まで来られるその段階で、あげられる信仰の準備と生活が、まともにできますように、最善を尽くして頑張ってください。霊的にはあと興奮しか残ってないと。うちの教会連合に主が語りかけておられる。メッセージの中、12時になるとイエス様が来られるとすれば、今、11時55分になっています。あと興奮です、霊的な時間。残された霊的な時間があと興奮なの。この間に皆さんは何を通して生きるか、じっくり考えてください、皆さん。予備があれば下手してもいいんだけども、二つがないのが皆さんと私の命なの。ハレルヤ。でもこんな話にはみんな顔が暗くなるね。私なら喜ぶ。わあすごいな、頑張ろうと。でもみんな顔色暗くなって、なんか悩みでもありますか？こんな話、霊的な話はどうしても喜べないと。じゃあお金の話いきますか？どうせば2016年度にロットに当たるか。すぐ笑顔に戻る、すぐ。ハレルヤ。じゃあ、うちの教会に向かわれた神の計画は、私の頭でも想像ができないほど大きいですよ。ですから皆さんがしっかりしないと、しっかりしないと間に合わないの。皆さん、これは務めですよ。命令です。しかし、こういう神の命令を受けていることは、これは光栄なの、光栄。ハレルヤ。光栄ですよ。神様が大阪のこの今何このピアノ EMC バンドとピアノやってる大阪の千鶴子さんが四ツ谷駅から降りてここに来ながら、なんで東京 EMC 教会はここに防衛所の前なのかと思った時に、主の霊の声が聞こえてきた。この教会が霊的には防衛所なんだ。その時に彼女はこう思ったそうです。なんで日本の教会じゃなくて韓国の教会ですかと、彼女はそう思ったそうです。私が答えます。神の計画にまず入ってるからですよ。神の計画に入ってるから。アーメンできます？そしてその神の計画に入ってる、その計画が分かって、それに備えて霊的な戦いを挑んでいるから、黙ってないで、逃げないで、勝手なことをしないで、神に言われた通りのことを遂げるために、絶えず365日うちでは、うちの教会は断食をしてます。365日リレー断食をしてますよ。なんで？日本の霊的な防衛所の役目を果たすためには、この霊の戦いをやらないと名ばかりのものになってしまうから。実際に打ち勝って、実際にこの民族を救っていく道を、または縛られている道を砕いて開いていくのは力がないといけない。ですからもうずっと今まで365日の断食をやってる。日曜日から土曜日まで一人以上誰かが断食を続けてるんですよ。これ皆さん簡単な話じゃありませんよ。すごい霊的な妨害がありますよ。しかし未だにたった一回も失敗しないでずっと継続してやってきてます。それに今断食に入っている人がいるかもしれません、いるかと思いますが、この新年三日断食は
1年を迎える霊的な意味ではすごいすごい力が働きます。一つしか見せておったのを皆さんに紹介しますから、皆さんもよく悟ってね、皆さんの1年が皆さんのこれからの人生が本当に勝利してほしいと思う人は信仰によって受け止めてほしい。そして断食を教科でやってるから無理やり、ああ仕方ないと思ってやるんじゃなくて、自ら進んでこの意味が分かって喜んで信仰を持って皆さんがやると効果は違いますよ。強いられてやる断食と自ら進んで信仰を持ってやるのとは全然効果が違うという。ある年に3日断食を始めた日、主が始めた日に主が見せておったの。何をです。大きなトラックぐらいのバスとかが通れるくらいの道路があります。道路がありますが、この道路はアスファルトじゃなくて土そのもの。昔田舎に行くとよく見ることができるそういう道路がありますが、こういう道路は車のタイヤが通ったところだけ土が見える。タイヤが通ってないところは草がいっぱい茂った草が。両サイドと真ん中は草が茂ってる、これぐらい。こういう道路見たことあります？田舎者は見たことあります。私のようにタイド会の皆さんは見たことないでしょ。じゃあこういう真ん中は草が茂ってる、タイヤの通ってない両サイドにも草が茂ってる、こういう状況道路を思い出して、描いてみてください。この草が茂っていると草の数を数えることはできるでしょうか、できないでしょうか。できないね、いっぱい茂っていると数え切れない。これしかしこの絵チッとしてみたら草じゃなくて蛇なの。蛇が日本の割り箸サイズに細くなって、短く細くなって、まるで魚の目星のように頭も小さくなって、そういうのがこういう立っているの、全部草の代わりに。だからこれは数としては数えきれない数なの、もう両サイドと真ん中に。この面白いですよ、この細くて短くなった目星のようになっているこの蛇がみんな立ってるんだけど、立っているのも精一杯なの、もう力弱って。自分が立っているのも精一杯、力弱って。断食している皆さんの目のように。じゃあ、これを見たら、草なくて全部蛇なのに、全部蛇。私はここを通っても、自由に通っても、この蛇に噛まれる恐れはまずゼロなの、ゼロ。これを見せてもらったの。三日断食の効き目がこういうもんだと。じゃあ逆に三日断食をしないと、断食してその蛇の力を弱らせないと、滅ぼさないとどうなる？蛇一匹でもこんな太く長いものがこの道路を覆い隠してしまったら、このもう何十万匹か何百万匹か分からないけど、草の数ほど多かったから、たとすれば、ただの一歩も前に進むのはもう無理で無理。なんで、すぐ蛇に噛まれたり、絡みつけられたり、もう縛られるはずなの。ハレルヤ。断食、三日断食の力がこういう力、こういう悪の書類の力を縛って弱らして、我々を妨害するとは攻撃するとはできないように、もう縛っておく、全然力が全部抜けちゃった。ですからこういうのを 見ていたから、新年には三日断食をもうやめられない、道が開くから。しかしこれをやらないと、こんな蛇がみんな元気づけられて元に戻って大きくなって、皆さんが歩く道も踏むところがない、踏むところがないほど蛇がいっぱいいるとどうなりますか。それで縛られていながらも気がつかない、
この教会来るまで自分の中に自分を縛ってる霊がいても全く気がつかない。そうだったでしょ。今そう、今明かした人をたけてないの。明かしてない人もこういう経験がまだ一回もない人はちょっとあなたはまだノンクリスチャンですよ。こういう経験もなしに今教会通ってても自分はクリスチャンだと名乗っている人、霊的にまだなってないの。まだ縛られているのか気がつかない。それにも目を覚ませ。ですから聖書はいつも目を覚ませ、目を覚ませ。自分の顔に何がどんな汚れがついてるのか分かんない。自分の体を何が、自分の人生を何が縛ってるのか分かんない。そういう力を砕いて努力を得て命を守って祝福を守っていくべき人々が縛られたまま何にも気がつかない、何も見えない、聞こえない。神様が本当にいるのかいないのか、教会に通ってはいるんだけども全く何も感じることできないし体験もできないし、こうであってはなりませんよ。ハレルヤ。神は私たちの今この瞬間も心の奥底まで全部お見通しなの。つばり見抜いておられる。何を考えてるか思ってるか全てお見通しなんだけども、私たちは神を、教会に通いながらも神に気がつかない。神はどういう方であるか分かんない。それは問題がありますよ。2016年だからは皆さんが求めれば今までよりもっと多くの、あるいはもっと大きな結果がもっと簡単に出される、そういう時代になりますから、チャンスだと思って挑戦してください。アメン。もうチャンスだと思って生ける神に出会い、生ける神と共に生きるという、そういう信仰を本当に目指して、皆さんが気がつかない、分かってないだけで神様は本当に素晴らしい。我々が考えた以上に私たちを見ておられるし、働いておられるし、力は全能で、全能、全能なる力。アメン。この間1ヶ月ほど前に上野の説教の時に、金曜日、その前夜から土砂降りの雨がたくさん降ってます。朝9時、10時に家を出て車に乗る時に傘を差したの。あんまりたくさん降ってます。でもその日が私の説教の出番でした。ああ、私は一番嫌なのは雨に濡れながら説教するのが一番嫌なの。なぜかというと自分が濡れるのもあれだけど、聞く人は私より信仰がないでしょ。信仰がない人が雨に濡れながらアーメンと美味しくその話を聞いてくれるはずがないの。だったら祈って説教する意味がない、無駄だから。だから神様に祈ったんですよ。神様、これから上の集会です、私がね、親でも社長でも子供に、あるいは自分の社員たちに仕事させてそこにバケツで水をぶっかけるようなことはしませんよ。神様にそう祈ったんですよ。仕事をし、ここでしなさいと言ってその上に水をぶっかける、そういう親、そういう社長だにならないと、私も、私だってまして天のなる神、愛の神様、お願いしますよ。今日上の集会だからこの雨なんとかお願いします。そう祈って、車に乗って10分ぐらい経ったのかな、なんか明るくなって目を開けたら雲一点もなく晴れ晴れと晴れてちゃう。その日はね、気温まで25度まで、24度か5度まで気温も上がって、異常現象が起きたの。あんまり祈りを強くしちゃってね、私が親でも社長でもそんなことしませんと祈ったから、神様はちょっと、神様のプライドに気づいていたみたい。よし、雨を上がらせるだけだって気温まで24度5度まで。その時上野に来ていた人がいるはずなの。みんな結果が出る話、結果が出る。今まで9割以上雨をやましてきたから、17年間9割以上雨をやましてきた。今まで神が生きて働くのは目に見えるじゃありません。アメン。なんでアーメンと言いながら挑戦しませんか。
なんでアーメンと言いながらできれば自分勝手に行きたいと思ってる。自分勝手が許されれば愛だと思ってる。違う。自分を十字架につけて神に服従する、従順する信仰に入れば、そのそれからの人生を神が守ってくれますよ。求めたよりも勝った道へと、考えたよりもさらに、祈り求めたよりもさらに勝ったものを、それを超える道へと神が導いてくれますよ。それでご自分が神であると示してくれますよ。アメン。ミサイルを発射しても撃ち殺せない敵をイエスの皆で一発で追い出すことができる、そういう権威と力をたたてください。たたてください。アメン。イジュシさん、アダムの頭痛はいつまで、何年前から、え、30年前から、30年前から痛かった頭が、それが一発で、ハレルヤ。私と関係なく、彼女が信じ始めたイエス様の力ですよ。アメン。メールに牧師が一番だと最高だとメールが来ましてね、違う、牧師じゃなくてイエス様が最高だ。それでメールを打ち直してやったら、今度はイエス様が最高とこういうメールが来ましたよ。ハレルヤ。じゃあ2016年度、皆さんを祝福します。ユエル書2章の18から27節までの言葉を持って皆さんを祝福しますから、皆さんの敵が去っていき、イエス様が皆さんの神であることが示され、皆さんは聖霊の豊かな雨を降らせてもらって、皆さんの運命が変えられる年となりますように。そして皆さんに出会う人が全て救われますように、家族が救われますように、この国民族が救われますように。アメン。今までダメだと言われてた日本が、これからは世界の人々が憧れる神の国となりますように。皆さん一人一人がその主人公となって、先頭に立って、聖霊に導かれて、主イエス再臨まで右にも左にもそれないでまっすぐ行って、命の冠、木の冠を受けて永遠に王様のような立場になりますように。最後に主イエスの皆で祝福いたします。アメン。じゃあ71